8月24日土曜日朝5時です。今朝は3時半に目が覚めてから、昨日撮影した動画の編集、まあ、さっきまでねずっと行ってました。で、今これね書き出し中ですね。もうちょっとしたら YouTube にアップします。いやしかしね、昨日まあこれ今ちょっと画面に映ってますが、食べに行った、海鮮屋さん、まあ、浜街道っていうお店なんですけど、まあ、香川ではねかなり有名な、まあ、海鮮居酒屋さんなんですけど、飲み会では何度か利用したことあるんですけど、まあ、個人的にね行ったのは今回実は初めてで、いやすごいねここ良かったです。今まではまあ宴会とか打ち上げ等でねしか利用したことなかったので、自分が食べたい、食べたいものを一つ一つこう注文するっていうことがなくて、まあどんどんねいろんなまあ盛り付け、盛りだとか、あと唐揚げだとか、まあそういったねまああらかじめ、大人数で注文してたものしか食べたことなかったんですけど、昨日初めてね個人で行っていろいろ自分が食べたい、まあ、お刺身だとか注文してね、すごくねここのお店気に入りました。いや、ほんとね、最高でした。これはね、県外から高松に遊びに来られる方に、絶賛おすすめできるお店です。今日は、朝7時半までに丸亀の、ピカラスタジアムに行かなきゃダメなので、6時半ぐらいに家出ようかな。6時半ぐらいに、家を出発して、競技場に向かいたいと思います。ちなみにね、今日明日2日間は四国選手権って言って、四国4県の、陸上のトップアスリート、各県上位4人になるのかな、上位4人の選手ばかりが集まって行う、大会です。2日間大会の審判をお願いされているので、頑張ってねお手伝い行ってきます。本当はねこの土日四万十でキャンプに行く予定だったんですけど。急遽ね、大会のお手伝い行くことになったので、キャンセルになってしまって、参加する予定だった皆さん本当申し訳ございません。朝からレオ君がねいろんなとこ走り回ってますね。あ、落ちた。丸亀競技場に到着しました。今から審判の受付して準備したいと思います。今日の大会ですが、四国陸上選手権大会、四国の各県の、トップ、上位4人の選手が集まって行う大会です。で、今年の割り当ては大会会場は香川県です。天気がねどうだろう、今ね雨は止んでますが、まあ、なんとかいけるかな。映像には映らないかもしれないですが、細いね雨が降ってますね。まあ午前中どうも予報では止むみたいなので、昼からは大丈夫だと思います。ちなみにね競技は今日昼からです。午前中は練習で競技場が使えるのかな。時間がまだ8時前ということで、ちょっと早すぎですね。サブトラックにも人影は全然ありません。もう誰もいないので、待合室に、控え室の方に移動したいと思います。というわけで、今日、明日、2日間、頑張ってきます。とりあえず、第1日目終了しました。で、これからね、今度、八島競技場に移動します。あー、疲れた。8月25日、日曜日、朝5時です。今朝はかなり肌寒いですね。夜中ね、窓開けて寝てたら寒くて途中で窓閉めちゃいました。じゃあ今日は、この炭酸水いただきます。では、いただきます。ああ、喉に来る。昨日は朝から丸亀競技場で、四国選手権の、まあ、お手伝い1日目行ってきたんですが、夕方、
競技1日目終わって、その後、八島競技場の方に移動して、夕方5時から、練習にね、行ってきました。で、結局ね、その後、練習、指導して、で、帰ってきたらもう夜8時過ぎぐらいだったのかな？違う、8時半ぐらいに帰宅して、で、そっからね、夕食食べてもう死んだように眠っちゃいましたね。いや、さすがにね、疲れましたね。で、今日は、昨日よりさらに30分早く、行かないといけないので、6時にはもう出なきゃダメなのかな。そろそろ、子供を起こして、準備して競技場の方に向かいたいと思います。この、レオ君ですが、8月24日、昨日でちょうど我が家に来てね、1年になりました。かなりね、大きくなりましたね。去年お寺で保護されているところを、まあ、拾われてね、で、我が家がまあ保護したわけなんですが、ほんとね、この1年、元気にね、育ってくれました。まあ、ワンコたちともね、すごく仲良くしていて、今はもうね、すっかり溶け込んでいます。とにかくね、食いしん坊のやつで、人がね、何か食べてると、もうすぐね、欲しそうな顔して近寄ってきたりだとか、あとね、ゴミ箱の中をね、すぐ漁ろうとする。もう今ではね、我が家にいないと非常に困る、貴重なね、家族の一員になっております。よしよし。じゃーん。マックにやってきました。競技場にね、とりあえず子供を送り届けてから、まだ1時間以上ちょっと時間があるので、マックでコーヒーでも飲もうかと思います。コーヒーのホット S。はい。ブラックです。はい。そのままの私でよろしいですか。はい。それではいただきます。今7時23分まだ少し早い気もしますが、競技場に戻りたいと思います。丸亀競技場に到着しました。じゃあ受付してきます。雨も上がってね、今日はいい天気ですね。予想最高気温が31度だったかな。朝ね、結構肌寒かったんですけど、もうかなりね、今気温が上がってきてます。いや、選手の皆さん、2日目に頑張ってください。じゃあサブトラックに移動します。いやー、これほんとね、今日は暑くなりそうですね。まだちょっとね、時間早めなので、選手少なめですが、そろそろ、1ジャップ開始するんじゃないですかね。じゃあ今日も1日頑張ってきます。無事帰宅しました。今時間がね、夕方4時半です。いやー、しかしほんと2日間疲れました。さらにね、もう2日ともちょっと朝早くて、いやー眠い。もう帰ったらっていうか、もう家入ったら、もう早速ちょっとシャワー浴びて、一杯飲んで、少し昼寝したいと思います。実は来週も、来週というかもう今週末か。今週末土曜日、日曜日2日間、今度は高松市の高松選手権というまた大会が今度八島の方で行われます。で、そっちもね、どうしてもちょっとお手伝い行かなきゃダメなので、また今週末2日間、週末が潰れる。ほんとね、どこも遊びに行けないっていう感じですが、もうこればかりは致し方ないので、やるべきことはね、しっかりやってこようかと思います。そういうわけで今回の動画はちょっとなんかすごく中途半端になると思いますが、以上となります。
ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。